おはようございます。おはようございます。いや、早いですね、朝。めっちゃ早いな。すっごい眠い。今日はチームですね。ですね。今日も行ったことないポイントというか、取りますね。初場所ですね。初場所をどうやって攻略していくかっていうのも、はい、見どころになればなと。ああ。ちょっとね、どこにその魚が溜まってるとか、はい、ね、そんなのわからないから、そういう探しながら、どの魚に近づけていけたらなというところですね。今日がどんな感じかなと。楽しみですね。いいな。じゃあよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。うん、結構ベイトも入ってきて雰囲気はいいけど、そのベイトを狙っているような魚がはちょっと今のところ見れない。ボイルもまだないので、まずはストラクチャー周りを攻めて、その後またこう流れの本筋の方に行こうかなと。そんな感じです。まだこれプロトの段階の商品が、カニに似せたようなジグヘッド、むき出しじゃなくてこれオフセットみたいになってるから値上がりしにくいし、裏が平べったいからボトムの姿勢も。全然ゴツゴツしてない。これは厳しい戦いになりそう。浅間詰めで無反応。まずはまあ魚がどこにいるかを見つけ出したいけどね、なかなか答えが返ってこない。ズルビクトも海藻引っ張ってくるからもうボトムバンクしかない。当たりがない。そうね、やべ、よかった。チヌによってまた変わるけど、こういう場所はクロダイが、取れた。さっきみたいな川のところはキビレが結構好きだね。いいね、やっぱ。ああ、これでいつものスタイルに戻して、どう反応があるのか。感度がいいね。わかりやすい。大型が狙えるのがもうのっこみで春。まあ釣りやすいのは釣りやすいし、大型も出やすい。まあ、地域によってまた差があるけど、始まるのは結構いい方が出るの。その時は。あとはだんだん気温が上がってきて、夏場とかになるともう本当トップでもいっぱい出てくる。いたら何かしら当たりが絶対あるからね。当たりすらない。いやもう多分もう多分違うんやと思うな、ポイントが。
そんな感じ。下にオリントのあれやね。フーがめっちゃいるからね。ちょっとワームが持たんかもしれない。あ、今当たったフグかな。ちょっと一回あげよう。あ、もうめっちゃフグ来た後ろに。すっげーフグいった。あ、フグっぽい。カマに噛みちぎられてる。浅くてもね、結構チヌ折ったりするんやけどね。いいですね。厳しい。これは厳しい。多分ロケ史上最大に厳しい。そうそう、やっぱゼロから魚を探し出すのはなかなか難しいね。このまっさらな時代。まっさら、マジでまっさら。狙ったポイントはまた駐車場が全部満車で入れないで。すげえさまよって急遽今行けそうなポイントを全部こう潰していってる。怖い。怖いわ。もう連休にロケやったらダメ。マジで。もう大変。予定が全部台無し。はい。頑張りましょう。まずは一匹。まず一匹。狙おう。はい、頑張ります。タングステン、ボトム取りやすい。タングステンの効果もあるし、このロッドの効果もあるよね。わかりやすい。すごい繊細。専用ロッドのいいところやね。いや、これはダメだ。こんな難しかったっけ。目星場所を見つけて欄干。当たりはないね。わお。逆やっちゃうとね、満潮になる方がいいんかな、このポイント。ここまで多分全部浸かるもんね、見た感じ。あ、なんかその時に上がってくるのか、チヌが。潮止まってんの、全然潮もわからんだけど。どこの見たらいいんだろうね。現在地から探す。西はドカンって、今釣れない時間や。ちょうどドカン中の潮止まりじゃん。はい、今日使ってるタックルの紹介なんですけど、ロッドの方は 7.4 フィートの ML ロッド、これチニング専用ロッドになってます。だからもう穂先がすごく柔らかいんで、これ見ると分かると思うんですけど、これでチヌのバイトも弾かないようになっております。これも専用ロットか、あと、万能でいうとエギングロットあたりなんかが万能で使えるんじゃないですかね。で、次がボトムで使っているロットはこちらになります。 7.5 フィートのベイトロット、まあ、ボトム感知能力はやっぱベイトの方が優れているので使っていますけど、まあ、全然スピニングの方でも使えますので、こうやってこうクラッチを切るだけで簡単にボトム取れたりするんで、まあ楽といえば楽なんで、個人の好き好きですね。で、私はもうベイトモデルが好きなんで結構対応してますけど、こちらも専用ロットになってます。じゃあ次はこちら、今日ボトムで使ってるルアーですけれども、これもみんなご存知の方も多いんじゃないですかね。ロックゲームシンカーですね。こう簡単脱着でスムーズにシンカーの交換ができるっていうアイテムですけど、従来は鉛だったのですけど、今回
タングステンモデル、これはいいんすよですね。これが今15なんですけど、比べてもらって大きさが全然違うし、これ魚に違和感を与えることなく刺すことができます。あと風にも影響を受けにくいし、飛距離も出るし、あと何といっても感度がいいのがいいですね。やっぱり使っていても全然違います。これによってまた釣果もアップするんじゃないでしょうか。これは私も期待している商品です。飛ぶめっちゃ飛ぶ。来たクー。でもなんか引きが違う気がするよね。お、いやいや、よかった、来たよ。あんま引かないあー、怪我してるんだ。ほら、怪我してる。急に暴れ出してきてる。よっしゃー、来たよ。ロックゲームシンガータングステンの15で遠投したボトムでドンやっと魚釣れたありがとうね。いけるかな。はい、うお、元気。うお、よかったね、やっと釣れた。マジでめっちゃ嬉しい。いつも釣れたら嬉しいけど今日特に嬉しい。ああ、頑張った甲斐があった。ひねり出したね。さっきの人がもう着底してギフト&フォールのボートバーンで、リアクション後のこのステイでドンと。多分こっちもキビルなんだね、クロダイかと思ったんだけど、ほんと塩って大事ね。あ、それのおかげもあるしね、塩が上がってきて魚が少し動いたかなって。教えてボトムハンター。お疲れ様です。お疲れ様です。はい、はい、ボトムハンター。わかりました。私がわかる範囲であれば答えられています。当たりですね。はい、止めて待った方がいいとか。はい、そうか、そう。あ、止めてたら待ってれば勝手にこう反転してくれるのが、ルアー釣りのイメージからして止めたら吹き出されて終わる気がしてっていうことは。ああ、はい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 。もうまあ動かしてる時でも食べるんだけど、結局動かした後にこう食わせの間を入れてあげることが結構大事で、なんていうかな、今日も撮影でやったと思うんだけど、ボトムバンプしてトンってボトムに止まって、その瞬間には食ってくるんで、だからこう動かしてないもん、今この段階では止めてる状況でバッて食ってくるんで、動いている状態だと本当活性がいいと食ってくるけど、やっぱ魚もそんな体力使ってまでなかなか食べようとはしないですね。やっぱ楽して食べた方がより効果的だから、待つっていうのも大事です。でもそのまた待つ時間とかはまあその日の状況によったりするんで、いろんなこと試しながら一個の答えを見つけていけばいいかなと思います。まあ YouTube 見てくれた方だったら、あのたまにこうコメント欄にコメントしてもらってるんで、なんか気になることがあればコメントいただければ答えますんで、よろしくお願いします。そちらの方も、はい、お疲れ様です。はい、今日はボトムでタングステンの6ゲーム進化を使ってゲームしたんですけれども、なんとか最後の最後にキビレがボトムで出てくれたんで一安心しました。いやー、もう初場所本当難しいですね。しかももともと行きたかった場所に入れなかったのが痛かったですね。そっから本当の場所探し
ね、車を止めるとこもそうだし、入っていけるかとか立ち入り禁止じゃないかとか、うん、そういうことを考慮しながら Google マップ見て、まあでも一日通してやってみて、なんかもうチニングを始めた頃をちょっと思い出しましたね。やっぱこういう釣りも大事ですね、初心を戻るためにも。これからどんどんチヌの方も超過上がってくると思うんで、新商品6ゲーム進化タングステン、こちらを使ってチニングを楽しんでみてください。